マリキューインストラクターの大塚と申します。よろしくお願いします。同じくインストラクターの久保野です。よろしくお願いします。久保野さん、今日はですね、11、はい、V11 新しく出ましたね、はい、早速ニューバージョンで出たんですけど、大きく違ったところがですね、そのはい MSP ですね、はい、MSP、 はい、もともと従来はこの大きい粒だったのが、はい、まあ、まず小粒になったっていうことですよね、はい、で量が重さというか量が 2.5 倍になったっていう粒の数がですね、うんうん、だそれで粒が小さくなってなおかつ粒の数が増えたということで、まあ、メジャーに食わせやすく食いやすくっていう形で改良されたっていうところが、食わせる分が増えたってことです ね特徴としては操作性を上げるためにまとまりを良くして、うんうんうん、遠投したりとかっていうことにも対応できるように。じゃあ遠投性がだいぶ広がったってことですね、はい、この粒子が必ず窓になって見えますから、ここで細かい粒子だなって思えばやっぱりどうしても遠投性というか操作性は上がると思うので、うんうんうん、単品で使った感じはどうですか。すごく使いやすくて、はい、特に最近遠投多いじゃないですか、うんうんうん、それには遠投をわざわざ入れなくてももう単品で全然使えるかなと、うんうん、はい、まずはじゃあ単品で使わせてもらって、その特徴と使いやすさのことを再確認というか、はい、そうですね、はい、はい、まあね、ここのところの伊豆は久保田さんどうですか。水温がやっぱりもう全国的になかなか下がらないっていうのは毎年の特徴だと思うんですけど、まだ高いですもんね、はい、その分やっぱり餌取りが多いっていうのも伊豆でもそんな形だと思うので、うんうんうん、そうすると負けがどうしても足元しか負けないようなブレンドよりは遠投が効くっていうのはすごい分けられますもんね、広範囲に武器になると思うので、そんなところを確認できればなと思います。新しいバージョンアップということで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。オキアミは3キロですね。3キロまず1枚ですね、はい、でもう溶けてるので、はい、まあ、このまま入れちゃって凍ってる場合はね、溶かすっていうか崩すんですけど、もうほとんど溶けてるので出していただいて、あとは崩し方がねだいぶ人によって違いますよね。操作性を上げたい人は細かく砕くんですけど、粒を残すっていうメリットもねあるんで、僕の場合は半分細かくして半分粗くします。で粗くするときはこうマゼラーとかありました、縦にこう切ってもらうとね粒が残るんで、これはちょっといい案ですね、多分見てる人も勉強になると思います。粗、はい、くなると、はい、粗くなるんで粒が残るよと、はい、おだこっち側が今粒がある程度残した状態、はいはいはい、で細かく切った状態をまず最初に混ぜていただいて、でまずこの状態のオキアミを、はい、できましたと、はい、きれいにして、はい、で配合さを混ぜる、はい、この時はザックバラにバーンって入れちゃっていいですか。はい、もう種類をいっぱい入れない時はもうザーッと入れちゃいます。1種類で、はい、うん、いくよ。あとはもうここ大事なんですけどね、綺麗にやっぱり混ぜるように、ムラがないように、そうですね、綺麗に混ぜて、一番角にこう粉が残ったりするのがあるので、そうですね、角がね、はい、どうしてもね、はい、水の量、はいはい、あと大体の量がですね、こう書いてあります、書いてありますね、はい、300オキアミ1枚に対して、ね、グレーパーの V11 が1袋で、海水が 300cc っていうのが基準になってます。この裏を見れば分かるよと、はい、ですね、はいはい、でまあ、300cc ってなかなか測れないと思うんですけど、マルキューのね、シャッター店にはこうって目印っていうかメジャーが書いてあるので、いいですねそれ。
だチヌの餌なんかの時はね本当に細かく測って使う人たちがいますけど、まあ、あのなかなか慣れてない方は書いてある通りにつけて、はい、いいようにできると思います、ね、すごい少ないんですけど、あの物によってねだいぶその吸水する部分が入ってる入ってないっていうのがあるので、まあ、オキアミの汁もありますもんね。そうですね、もう本当に大事なのは丁寧に全部きれいに混ぜるっていうことですね。あとはさーっと混ぜるような形で練らないで混ぜる。そうですね、こう、うん、さーっと水が行き渡るように作ってからすぐっていうのはなかなか馴染まないですもんね、うん、でこれでオキアミがまだ若干氷っぽいところがあるので、うん、これが溶けてあの粒子に染み込んでっていうとしっとりしてきて、うん、使いやすくなると。やっぱりこの見ただけで前の前作よりも細かいんだろうなっていうのは分かりますね、うん、本当ですね。まとまりも良さそうに見えるし、はい、で色も白っぽいから撒いた蒔絵があのどう流れていくか見えるだろうなっていうのは想像ができますよね、うん、これオキアミ入れないでもいけそうな感じもしますけどね。そうですね、なんか最近、ね、あのどん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 配合しただけでもあの釣れるようになってきてるっていう話も聞くので、あのオキアミが例えば途中で、うん、足りなくなって足したい時でも持ってきてあの配合さんだけ入れても十分釣りになると思います、うん、だん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 もう最近だいぶ違いますよね最初とね、うん、だもう磯の上で作る時はもう一番初め磯に乗っかったらあの餌を作ってでそこから用意してっていうのが、ね、あのいいと思います。でこれを置いといて馴染ませる時に道具作ると、はい、そうですね、それがいいんじゃないかなと思います、はい。穴はありますよね。あれがねどこにも行かないんで、ここで際やるとこの晒しで押されるぐらいで今そんなに行ってないですね。だから今あの足元は餌取りがすごいので、このイレブンの特徴を生かしてちょっと遠目にポイントを設定してます。あ、メジナ浮いてきてるよ。あれメジナじゃねえか、石積みか、深いのかな。これ餌取りいる割には拾わないですよ餌を。えらい下で食ったりして、ほら食ったね、イサキだ。あそこまで入れたらイサキなんだ。イサキの当たりがもうしょぼいですもんね。これ見て、あのかかりどころがこれ加えただけなんですよ。今浮きがね、イサキもっとスパーンって行くの行きそうなのがぐーっと馴染んでる浮きが抑えていってるだけで、そこで合わせてるからちゃんと口にかかるんですよね、真上にね。さあ深いとイサキかね。多分ねメジナがまだ出てきてないんだと思うんですよね。上にけどあれだけチラチラ他の魚が見えてるのに餌を拾わないってことは活性が低いんでしょうねこれね。そこの晒しがずっと行って右に伸びるのか左に伸びるのかと、ああいう前の泡がどっちに流れてるとか海の色とかそういう変化をずっと見とかないと刻々と変わってくるから、やっぱそこはね、まだ水温が23、4度ぐらいあるでしょう。だから、まあ、見てても、まあ、日本全体がまだ水温高いんで冬の釣りなので、もうちょっとね本来は伊豆なんかでも20度ぐらいを切ってくれるぐらいからいいと思うんですけど、まだ1ヶ月早いのかな。明らかに違うのは見た目がすごい、あの巻いて見てもらう通りあの白系が多くなったなっていう感じがするんで、あの巻き絵を巻いた時のその負けがどうやって沈んでいくかとかっていう、あのこの追っかけるにはこの白系が入ると非常に見やすくなったですね。でその負けが沈んでいくのは見えるってことはどういうふうにあの魚が出てくる、餌取りが出てくるっていうのも分かりやすくなるので、
最初小魚がバーッと出てきてるのが今下で中型ぐらいの魚、中にメジナもいるっぽいんですけど、まあほとんどが石積みな感じですけどね。であとはあの円筒今するんでももう下から単品で使ってますけど、相当綺麗にあの円筒ができるようになってます。下からこう入れるだけでまっすぐ、コントロール性も今同じところに入れるつもりで、あのコントロール性能も上がってるので、多分非常に単品で使ったとしても使いやすくなったんじゃないかなと思いますね。で、あの泡目に向かって今流れてるところに今仕掛けを入れたので、それで今自分の仕掛けが馴染む頃にあの泡目に向かって流れていくっていうイメージですかね。あ、けど上が滑ってますねこれね。で今仕掛けはあの上の泡目に左に押されてるんですけど、自分が撒いた巻き絵は視認性がいいおかげで、斜め右下に落ちていってるっていう形が、これあの見えない巻き絵だと自分の仕掛けが左に流れてるからあの巻き絵も左に行ってるんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですけど、今のは同じところに入れても上の表層と下の本当の流れが違うっていうのが巻き絵がよく見えることで分かるんですよね。で活性が高い時だったら多少ずれても食いますけど、あの基本はもう自分の撒いた巻き絵と仕掛けの付け餌を合わせるっていうのがもう絶対的に基本になるので、あのそんなのが遠投しても分かるか分かんないかっていうのは非常に超過に差が出ますから、あの大事だと思いますね。だこういうふうにね、巻き絵が見えるって相当大事ですよ。その日の、ね、狙いどことか巻き場所とかっていうのが分かるので。ね、しっとりはしてきてるけど、水、まあ、あの水の量がね300って決まって一応推奨はされてるんだけど、あの実はねオキアミの水分量でだいぶ変わるんですね。だから今日の感じはまだちょっと水が足りないなっていうところなんで、全部オキアミが溶けてきたのでもうちょっと水を入れて調節したいなっていう感じです。だからそこはあの推奨の部分はあるんですけど、自分のその頃合いで決めた、入れすぎが本当取り返しがつかなくなるんで、それだけ気をつけてもらえればって思います。すごいな、アイサトリ。あ、潮がだいぶ変わってきたかもしれない。左に行き始めたかもしれないよ。コロッコロしてる、コロッコロ。さすがにですね、イレブンでですね、遠投で食わせることができました。うん、ね、なかなか風が結構強いんですけど、やっぱり遠投が効いて、まだまだ釣れると思います。難しいですよね、けど今浅い棚にメジナが浮いてきてる感じがしないので、ある程度深いんだろうなとは思うんだけど、あんまり深くすると今度はやっぱりイサキが食ってしまうっていうところですね。細かいメジナが食わないのはちょっと不思議ですね今ね。これ相当けど巻きやすいし見やすいですね、この差、この巻き絵自体の仕上がりとしては相当使いやすいと思います。あれは何だろうか、石積みなのかな。あ、だいぶ押されますね。まあこれも石積みですね多分ね。すごい叩いてるでしょう。白いですもんね。
だけど練習するにはね、本当にこの時期大きい石積みかけて遊ぶのは楽しいですからね。これやっぱり上にいるのは石積みですね、多分ね。あの最初に比べると負けに反応する魚が増えてきましたね。イレブンのですね、使用はどうでした？大概単品で使う時って、うん、なんか足りない部分が多くて、あのなんか混ぜたいなっていうことが多いんですけど、今回のイレブンに関しては、うん、あの円筒も結構できたし、うん、あの操作性が思いのほか上がってるなっていう気がしますね、はいはい、十分単品でも使えるのかなっていう、ね、今日なんか結構風強かったじゃないですか、はいはい、遠投は結構できました。そうですね、結構あの思った以上に飛んでくれて、あ、うん、やりやすいなっていうのもあったし、あとはあの色ですよね。色があの大体遠投しちゃうと見えなくなって、はいはい、どう流れてるのか見えないことが多いんですけど、見やすかったですよね、うん、それもすごく見えたので、うん、魚かけて釣りの練習にするんだったらすごく楽しい時期ですよね、うん、もう魚釣りにはね、うん、あのかけて焼き鳥の練習をする分には非常に練習になるんですよね、はい、こういう時期もね、逆に来て本番に備えるっていうのもまた大事かもしれないですね、はいはい、でまた引き続き後半もそうですね、はい、今度なんか違うようなブレンドも試されるみたいなんで、はい、いろいろとまた教えてください。お願いします、はい、よろしくお願いします。